一緒です、神社と一緒です、基本は一緒、はい、助けの基本なんだっけ、手で食べさせてあげる、人間が時間があるとき主食をね、プレートで手で食べたら言葉で褒めて触ってあげる、これは基本です。でこれができて食べてるようになったら3つやってほしいと。123で1番は名前がついてるじゃないですか、名前呼んでアイコンタクト、アイコンタクト、いや乗せてて目と目合わせればいいです。アイコン名前呼んでね、目と目が合った瞬間に携帯ぶさして褒めてあげる。それから次、おいで、短い距離で食べ物を見せといて、おいでって来たら手を出して褒めてあげる。そんな難しいことじゃないですよね。でここまでできるとね、ハウスって言ったらハウスができるようになります。クレードトレーニングと言います。要はこの子の名前なんだっけ、もちちゃん、これもちちゃんね、おいでっつって食べさせて褒めるでしょ。じゃあこの子が見てる前でちっちゃなお皿に食べ物を入れて、これがハウスだとしてね、扉だとして、ハウスの入り口の近くに置くと。でもちちゃんはここで待たせる、 2,3 秒待たしてハウスって扉開けると、どっちかです、どっか行っちゃうか入って食べるか。でもし入って食べてくれたらすぐもう一回ここで、これ強化です、手で食べさせて褒める。もしどっか行っちゃったらもう一回お家からやり直し。でこれが回数が増えてきたら、今度食器の位置を真ん中辺、奥の辺に置いて数秒待たしてハウス。で最後は何にも入れないで、おいでってご褒美あげて待たしといてハウス。入ればすぐご褒美あげて褒めると。そんな感じ。でここら辺までは多分すぐできると思うんですよ。クレードトレーニングの上までは。ね、これ絶対やってください。でこれ治療です。2番ね、おいでって食べご褒美あげて褒める、ここで治療してください。薬ねつけたり、体にもつけてブラッシングしたり、ブラッシングも治療ですからね。さっき赤い光あったでしょ、あれ血流を良くするための治療なんです。とブラッシングもやっぱ多少引っ張られるから、やっぱ血流が良くなりますんで、まあ、別に歯ブラシでもいいですよ、柔らかいやつでやってください。で治療が終わったらとか一応しながらご褒美あげて褒める。そうするとこの治療のストレスが和らぎます。チンチラさんも一緒です、はい、だからこんな感じでぜひともやってほしい。それからあとハムスターのご飯ね、お試しでペレット、やっぱりペレット主体でやってほしいですね。ペレット主体 でこの子ってひまわりとかあげてるんですか、ナッツとか。周りちょっとだけ、うん、1個とか1個だけ、まあ、じゃあそれぐらいにしてください。それ脂肪分が多いから、太ってないからいいんだけど、ちょっとこんだけ太ってると、うん、気持ち痩せた方が皮膚も治る。要はね、シワができやすいんですよ。そうそうそう、そこで皮膚炎が起きちゃうから。あとお部屋の掃除ってどれぐらいのペースでしてます？3日に1回ぐらい、うん、これをさ、ちょっとしばらく清潔にしてほしいから1日2回掃除してください。じゃあケース変えた方がいい。でそれが治療になる。要は清潔にしてやることが、うん、で今体重が60ですよね。で健康チェック表つけてほしいんですけど、体重を測ること、それからお掃除して何個うんちが出てるか、一緒に、うん、そうすると夜から朝まで軟膏してる、朝から夜まで軟膏してる、そうすると24時間軟膏出てるか分かるから、だからまあおしっこもちゃんとしてるかどうかをチェックする。だから元気100ありますよね、100で食欲はまあ見れたら見てください。これだって食べてもどっかに置いて食べないケースもあるわけなんで、それよりも体重とうんちの方が大事です。であとはかゆみに関して減ってるかどうか、変わらないか増えてるか減ってるか、あとここ環境温度湿度、温度と湿度を毎日じゃなくてもいいから測れる日だけでいいから、温度差が知りたいんで朝一番と昼過ぎと夜で。ハムスターも相当寒いのに強いからね。あ、そうなんだ。
そうです。私大学は北海道だったから部屋でハムスター買ってて、大学のアパートで学生のアパートなんてめっちゃ安いからさ、冬はコップにね飲み物入れてくると朝には凍ってるぐらい、それでもちゃんと冬眠処置なんだ。うん、じゃあ冬眠させるとダメ。あそうハムスター寒いじゃないですか、そうティッシュいっぱい入れとくとさ、新聞紙とか自分でちぎってベッド作ってその中に入ってます。じゃあ、そう、あったかくなくても、うん、だから、生きてかれますよ、結構、うん、暖房打ちつけてるから、かわいそうだから。まあ、ただね、この温度差知りたいのはさ、やっぱり1年半過ぎると深夜だから、やっぱり温度差が少ない方が、やっぱりだんだん年取ってくればだんだんしんどくなってくるからさ、うん、ということだから、この深夜になるんだ。この健康チェック表を今度持ってきてください、はい、つけて、で、かけてないところがあっても別に大丈夫ですからね。で、あとしつけの基本話したでしょ、はい、そんでなんだっけ、食事のことね、ペレット主体で、で、あとそうそう、野菜、そう、野菜ね、いい野菜をちょっと話しておきましょうか。人参、ブロッコリー、かぼちゃ、あと椎茸、椎茸、この辺の野菜はBCA というアミノ酸が入ってるんですよ。アミノ酸が、でこの BCA というのはバリン、ロイシン、セロイシンなんですけど、普通アミノ酸ってさ、肝臓で代謝されて肝臓でタンパク質を作る、でもこの BCA のアミノ酸ね、バリン、ロイシン、セロイシンは筋肉で代謝されると筋肉作ります。うん、だから特に1歳半過ぎ出る子は筋肉落ちてっちゃうから、ぜひともこの野菜食べるで、あとはそれこそ本当の良質のタンパク質、ミルワーム、ミルワームじゃないミルワームはね、リンが多すぎるね、リンが多すぎる、カルシウム少なくて、だからミルワームやるときはカルシウムかけなあかんですね。煮干しはどう、だからいいのはやっぱりさ、例えばささみとかね、お豆腐とかね、ちょっとごめんなさい、これごちそうさまで、ささみとか豆腐とか卵の白身とか、その時下痢しないんですか。うん、いやもちろんやりすぎはダメですよ。全体の食事の8割はこういうのにしといて、残りの1割ですよ。もちろんこれやこっちもそうですよ、全部そう、それぐらいのほんのちょっとですやっても、こういった良質のタンパク質をちょろっと混ぜてあげるのは全然悪くないです。チンチラは関係ない、そうですよね、野菜はいいです、はい、チンチラもだけど、こんな主食にはならんからさ、ちょびっとだけね、はい、ということで、椎茸がいいんだ、これどうしたら、うん、生の椎茸、いや生でも意外でもちんです、うん、はい、じゃあ止めますね。